レディバード・ジョンソンはアメリカ合衆国第36代大統領リンドン・ジョンソンの妻1963年から1969年までアメリカのファーストレディだった身長コフィー,イート6インチレディバードは本人が子供の頃から生涯にわたって一貫して使用し続けた本名同様の通称で一般にはほとんど知られていない実際の本名は クローディア・アルタ・テイラー・ジョンソンと言った。レディバード・ジョンソンの署名3歳の時の写真テキサス州カーナックでミニーパティ・テイラーと TJ ・テイラー夫妻の間に生まれた。彼女は幼年時にテントウムシのように可愛かったので子守たちからレディバードの愛称をつけられ、これが定着して以来本名同様の通称として用いられるようになった。テキサス州マーシャルのマーシャル高等学校を卒業後、 聖メアリー少女監督学校とテキサス大学、オースティン校でジャーナリズム及び芸術を学んだ。レディバード・テイラーは、1934年11月17日に、テキサス州サンアントニオの首都マルコ監督協会で、リンドン・ジョンソンと結婚した。彼らには二人の娘、リンダ・バード・ジョンソン及びルーシー・ベインズ・ジョンソンがいた。レディバードは、テキサス東部のの近くで成長し、 環境に対する関心を高め、後に環境保護活動への支援でよく知られるようになった。彼女は週刊ハイウェイに野生の花を植樹する運動をテキサス州に説得するのに支援した。アメリカのファーストレディとしてレディバードは居住者と観光客療法のためにワシントン DC の環境状態を改善する首都美化プロジェクトを始めた。彼女の努力は全国各地で 同様のプロジェクトの発足を促した。さらに彼女はハイウェイ美化法の承認に尽力した。同法は看板の制限と路肩部分に緑地帯を設けることで国の幹線道路網を美化するものであった。彼女はヘッドスターとの視聴者であった。家事一切に無関心だったレディバードだがジョンソン家の料理人のゼファーライトは家族同然の扱いだった。 夫が議員時代にテキサスからワシントンに向かう際に南部のホテルでジョンソン夫妻の宿泊には応じるがライトの宿泊は認めないと言われた体験は夫妻にとって公民権法を成立させるための大きな動機であった。夫が退任した後の1970年代に彼女はテキサス州オースティンの過失地帯に注意を集中した。彼女はタウンコ美化プロジェクトへの支援を行った。 彼女は国立ワイルドフラワー研究センターを設立した。同センターは国立の非営利的組織であり、土着の植物の保存及び環境への再定職を行う。現在はレディバード・ジョンソン・ワイルドフラワーセンターとして知られている。彼女は夫の死後も公に現れ、娘たちとともに夫や他の大統領たちに栄誉を与え、 ジャクリーン・ケネディが晩年には公に姿を現さなかったことから、1970年代から1990年代初頭にかけて最も活動的な大統領未亡人であった。しかし、彼女の健康は次第に損なわれた。1993年8月に軽い心臓発作を起こし、黄斑変性によりほとんど盲目となる。 1999年11月11日と2005年1月には気絶し入院することとなる。2002年5月には再び発作を起こし、一時的に話すことができず、歩くこともできない状態に置かれた。2005年1月には、帰還支援の治療のために、オースティンの病院で数日を過ごした。高齢と健康問題により、ジョンソン夫人は大部分の公的スケジュールを、 縮小することとなった。レディバードことオースティンのダウンタウン彼女はその公認者パット・ニクソンを超え最年長のファーストレディ経験者となった。彼女より長命だった。ファーストレディは1982年10月18日に97歳で死去したベストルーマンだけである。90歳以上に達したアメリカのファーストレディもこのレディバードとベストルーマンだけである。 彼女は1994年5月19日から2004年6月5日まで唯一の存命する大統領未亡人だった。彼女は歴史上最も長期間シークレットサービスによって保護された。2007年7月11日、テキサス州オースティンで老衰により死去した。94歳だった。死後、オースティンのダウンタウンに隣接する人造湖、タウン湖は、 レディバードを叩いて、死当局によって、レディバード子に解消された。アニメ、キング・オブ・ザ・ヒルの登場人物、ハンクの飼い犬は、レディーバードと名付けられているが、これは、大統領夫人にちなんでの命名だという設定になっている。ありがとうございます。